いやいやながら練習したり勉強してることで覚えたり、頭の中に入ることなんて全然もう効率が悪いはずですよね。だっていやいややってるんだから。でも、好きでやってることって効率が悪くても続けてられるんですよね。しかも覚えるのも早かったり、好きなことぐらい全力でやりましょう。はい、皆さんこんにちは、マスクです。すいません、実は、前回までこちらで完成いたしました、こちらの、モビリティジョイントガンダムシリーズの、ザク2なんですけど、申し訳ありません。ちょっとポカをしてしまいまして、ガンダムマーカーでこの通り、墨入れの方はうまくいったんですけれども、見てわかる方はいるかもしれないんですけれども、申し訳ありません。実はですね、シール貼り忘れちゃってたんですよね。すいません、本当。なので、ちょっと高機動ザクの拡張パーツの前にこちらの方の貼り付け作業の方をやらせていただきたいと思います。いやー、すいません、普段シール貼らないもんで。大ポカをやってしまいました。こちらの方入ってみますと、こちらですね。まずこちら足ですね。足のこちらの足ですね。つけにくい時はこうやって、まあ外しちゃっていいんですよね。今はもうガンプラとかもある程度こうやってパーツでバラにできますから、こういう形で一度失敗しちゃったら一旦貼り直しちゃってもいいんですよね。いいですよ、これ。すみませんね。はい。こちら、あんまり、あれですけど、シール貼りはやっぱり私もちょっとあんまり得意な方ではないので、はい。そうですね。私の場合、むしろこれだと、塗っちゃったりしますね。はい。そして同様にこちらも、細かいやつはこうやってこういうちょっとでもいいんですけど、あんまりこうやって長いやつとかに、こうマーク系のシールっていうのもやっぱりこうやって手で貼っちゃっても場合によってはいいんですよね。やりやすい方法で、まあ、やるのがベストなので、どうしてもこうですよね、巻き付け系とかはこうずれてっちゃうと、どん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 ずれてっちゃうので、うまくこう調整をしていくっていうのがいいんでしょうけど、私の場合ちょっとその辺どうしても苦手なんで、先に塗っちゃうことの方が多いですね。皆さんはどうですか？ぬるーってやっぱ難易度低いって思ったりします？あ、難易度高いって思ったりします？でも、場合によっては、あれですよ。塗っちゃった方が楽なケースってのもありますので、まあ今回、というかこのチャンネルはこういうパチ組でこういう風にやっていくのを自習でやってみせるっていう趣旨なんですけども、もし、見たいのであれば、簡単な、こういった、いわゆる食玩とかね、ペイントですね、ちょっとやってみせてるっていうのも可能ではありますので、もしよろしかったらコメント等でそういった意見を聞けるとすごく嬉しいですね。まあ筆の実習やってる人とかしたらね、すごい方たくさんいますんで、あくまで私がまあ自分なりにやってみせてるものなので、本当にうまいのを見たい方はぜひこういった人のチャンネルとかも確認してみてください。やり方はいろいろありますので。
どうもちょっと作業が雑になってしまって誠に申し訳ない、うん、前回のあちらで見てたガンダムマーカーのしてみますけど、こんな感じでパイプのつなぎ目とか口元のこういうところですね、スリット部、こういったところをちょこちょここうあのあとやった形ですね。足はちょっとこちらですね、あの拡張パーツ取り付けるとこ足のパーツ多分交換しなきゃいけないんでちょっとやってないかもですね。ただこの通り、スリットとかにこうやって軽く踏み入れしてあげるだけでも全然もう印象が変わるの分かると思うんですけども、まあ、こういったことをちょっとだけやってあげるだけで全然この通り印象変わりますんで、はみ出しちゃったらもう手でこうさっき前回やったみたいにゴシゴシってやってあげればある程度きれいにはみ出すところ消せるのですぐでやった、はい、いいんですよ。最初は失敗しちゃって私なんかもしょっちゅう失敗してますけどこの通りはい、今回はそうですね、ちょっとシール貼っただけでちょっと終わってしまって申し訳ないんですけど、ちょっと尺がこの通り5分やっぱかかっちゃって申し訳ないですけど、はい、こんな辺にしておきたいと思います。次回いよいよこちらですね、拡張セットですね、こちらの方上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では失礼いたします。今回の動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。プラモデルは自由だ。ではまた別の動画でアディオス。